ありがとうございます。青コーナーに星光輝選手の入場です。はい、そして入場してまいりますのは青コーナーアイディールジム星光輝さん選手でございます。ここからはですね、古賀浩志さんと正信さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、チーム星光輝でございます。赤コーナーより零時選手の入場です。はい、続きまして入場してまいりますのは南西会館零時選手でございます。この試合は第22試合クロスオーバープロムエタイアンダー 51.5 キロファイトでございます。3分3ラウンド。赤コーナーですね、南西会館レイジ選手でございます。はい、これどちらもお互いの応援団がものすごいですね、正信さん。そうですね、で星選手はバンタム級チャンピオンの星優香選手の弟で、そうですね、はい、本日の今日、セミファイナル29試合目に出場する優香選手もセコンドについてますね。そうですね、はい、そしてプロデビュー戦だという、はい、レイジ選手は何試合ぐらいレイジ選手はプロ3戦目です。これなるほど、はい、戦績は1勝1敗なるほどということですね。もう自分2人ともアマチュアの時にやってるんで、はいはい、まあ星選手はもうクロスオーバーの常連選手というかあれなんですけど、はい、そうですね、パンチがすごい上手くて、はい、レイジ選手もそうどっちもパンチ上手いんですけど、はい、お互い攻撃力があるんで、もう全然倒れる試合になると思います。あ、なるほど。すごい、すごいですね。で、今回満を持して星光輝はプロデビューっていう感じなんですね。これムエタイですか。はい、ムエタイですね、はい、プロデビュー戦絶対勝ちますっていうコメントがあります、はい、一方ですね、レイジ選手アマチュア10冠を、はい、完封して勝つっていうコメントいただいてます。レイジ選手が10冠王ですか。そうなんですよ、はい、で星選手 もうタイトルホルダーですよ、はい、そうですね、書いてないだけなんですよね、これ細かくは、はい、ちょっとお互い首相撲が展開が少ないんで、はい、まあ、レイジ選手ロックしてるのはいいんですけど、あのロックの仕方だったら元々のところに自分の頭をつけることで、はい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 、相手の呼吸をしづらくさせたり、はい、すごいロックが締まるんで頭でコントロール、ね、はいはい、星選手は2人にとも勝ってるんですか。あ、自分は勝ってます。なるほど、
本当に化け物ですね。はい、そうこのロックの仕方だったらもうちょい頭を自分から下げて、はいはい、やっぱ喉の方にやった方がいいですね。あ、なるほど、はい、はい、残り時間が間もなく1分ですね。でもちょっと、はい、おっと星選手のパンチが当たってる印象はありますね。あ、印象的には、はい、はい、ただちょっと首相撲が胴を持つだけになっちゃってるんで、はい、効果的ではないですね。自分からロックした方がいいですね。はい、画面右側レイジ、左側が星ですね。ああ、いい膝ですね。いや、星選手ちょっと組んじゃうと良くないですね。はい、はい、身長的にはレイジ選手が170、はい、星光輝選手が168と、はい、2センチの差なんですが、ただ自分がレイジ選手やった時は、はい、自分の方が身長でかかったんです。あ、そうですか。今なんかでかくなっちゃってレイジ選手はいくつぐらいの選手なんですか。あのレイジ選手16歳。16歳。そう、2人とも16歳、どっちも16なんですよ。そうなんだ。マサコさん、はい、信じられないですよね。信じられないですね。16歳ってことは、いや、そうなんですよ。だからなんか21歳ぐらいに見えるんですよね。いや、本当そうなんですね、はい、ちょっと若くいって21歳ぐらいに見えるんですけど、もっと若いっていう。16歳、はい、16歳。そして曽我さんはおいくつでしたっけ。自分は16ですですね。あ、はい、あ、16か。3人でもない。そうなんだ、はい、黄金の世代ですね、これ。そうですね、はいはい、渡辺会長がセコンドで、そうですね、はい、名将ですからね、はい、渡辺さんは、はい、もう自分もこの間一緒に解説やらせてもらいましたけど、はいはい、もう解説聞いてるだけで勉強になるんで。なるほど、あと意外と冗談が好きなんですよね。はい、渡辺会長冗談が。でも星選手はちょっと雲の展開はあんま、はい、印象がよろしくないんで、はい、もう打撃で行った方がいいかもしれない。ちょっと変えていくっていう形ですね、はい、これプロモーターってことは肘もありってことですかね。そうですね、はい、肘ありですね。そうなんだ、16歳かみんな。いやこれは終わりました、終わりました。すごい、このファンが、これはちょっといかがでしょうか、正信さん。いやすごいですね。いやこれなんか曽我さん、はい、1ラウンドのちょっと大丈夫ですかね、これ。いや、自分もこの間出身したんで、あの気持ちは分かる。ネットニュースで見させていただきました、それは。いやタイミングが合うとああなってしまうんですよね。ちょっと皆さん、この後ですね、ペーパービューをご覧になる皆さん見れます。どんな KO シーンだったのか。右フック綺麗にカウンター入れましたね。狙ってましたよね。そうですね、私ちょっとこれマイク、これだ、この後のパンチです、これです。失礼しました。これですね。すごい、今回勝ったのも、自分の力だけじゃなくチームの会長をはじめサポートしてくれた人、そして家族のおかげで勝ったと思います。まだまだ強くなって絶対チャンピオンになるので応援よろしくお願いします。あとこの後セミファイナルで兄の優雅が試合あるのでそっちの方も応援お願いします。ありがとうございました。いや素晴らしい右フック、正信さん、はい、
あれ、あの飛び込む方もなかなか大変ですよね。そうですね、自分あの星兄弟とはもともとジムで一緒なだった時期があるんですけど、はい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 、このコウキ選手、コウちゃんはもう会った時多分小学生低学年ぐらいだったと思うんですけど、はい、大きくなって強くなっちゃって、はい。